はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボールイコールチャンピオンズガッズ。今日はこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、サブ赤のダイヤモンドスカウトチャレンジやっていきたいと思います。ダイヤモンドレベルが8になってますのでね、このグレードアップさせてね、今回引いていこうかなと思います。もちろんね、今回のダイヤモンドスカウト、ちょっと内容がいまいちかなというところはありますんで、まあ、メインの方はおそらく引かずに貯めておこうかなとは思います。はい。で、まあ、とりあえずね、選手見ていきたいということで、まずは、どうしようかな。まず、グレードアップしときましょうか。はい。ゲージ消費してグレードアップアイテムを獲得しますかということで、OK。はい。ということで、これで112以上が確定しました。では、スカウトの内容をまず見ていきたいと思います。まあ、どれにね、確定させるかと。で、ミッドフィルダー、ディフェンダー。一応、これの、確定が。決まりました。そしてキラもあるんで、まあ、キラにして、中盤ディフェンダーもしくは全体でいくか選んでいきたいなと思います。まずはね、獲得できなかった一応フォワード陣見ていきたいということで、いきましょうか。まずはこちら三笘選手ですね。まあ、三笘選手に関しましては、カスタムセンスついてるんですけれども、ウィングから切り込む系のやつですね。ソニックレール、ドロップシュートでギアチェンジがドリブルということで、ドリブルセンスがドリブルスキルが2つにシュートスキルが1個みたいな感じでしょうか。で、カスタムセンスはドリブルスターですね。どうでしょうかね。ただ僕あんまり三笘選手使ってる人見たことないですし、そこまでやっぱりね、この、フォワードを三笘選手にするかというとちょっと微妙じゃないかなと。で、フォワードちょっと今回ないんじゃないかなと思います。で、あと久保選手ですね。まあ、ここもね、フォワードなんですよね。でも主に、右の、ね、ウィングとかで使うんだと思うんですけれども、スペクタクルドリブル、ゴールデンストライカーでインサイドカッターかアッチパスを選べると、いうことで、まあ、ドリブル2種シュート1個にするか、ドリブル、シュート、そして、ドリブルスキルにドリブルスキルじゃない、パススキルにするのかみたいなところでしょうか。まあ、ただちょっとね、センス、ボーナスセンスに関しましてはね、EP50 アップということで、ちょっとここが残念だなというふうには、ね、思います。まあ、なので僕はここはちょっとあんまりお勧めしないですね。で、次ですね、まあ、ミッドフィルダー引けなかったところ、あとゴールキーパーですね。今回ゴールキーパーとして出てきているのはクルトワのリミテッドですね。ここはちょっとどうだろうな。難攻不落、空の要塞、絶妙の前か高精度ロングフィードと、まあ、スキル的には申し分はないんですが、カスタムセンスがついてないと。やっぱりね、ゴールキーパーカスタムセンスついてると一つ上のやっぱ世界いけるんで、このまあ今のね、この時代ではもうカスタムセンスキーパーが必須となってくるので、ここではないかなというね、感じですね。まあ、ただね、ボーナスセンスに関してはキーパースキル強化 A なんで、まあもうセレクトすら持ってないよって人にはまあ別にいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ただこの、一応ね、サブアカなんで、サブアカの方はね、カスタムセンス持ちのゴールキーパーいないんですよね。まあ、ただここは狙っていくというよりは、やっぱ違うところ行きたいですよね。はい。でも今回はね、やっぱりね、中盤とディフェンダー、これに、固定させるのがいいと思います。なので、獲得できた、このミッドフィルダー、強制か、ディフェンダー強制は良いと思いますね。はい、いいことだと思います。で、あとですね、中盤に関しましてはもう一人、実はセレクト異常持ちがいます。フレンキー・デヨングですね。ここはアーチパス、ガソリンタンク、ターンドリブルか、インビジブルカットですね。まあ、できればインビジブルカットとかつけて、アンカーもしくはセンターミッドフィルダーとかで使いたいなという気はするんですが、ボーナスセンスが EP50% アップですね。まあ、この辺見ても、ここはやっぱりちょっと、当てちゃうと、ちょっと、まあ、当たりのブレには入るんだと思うんですけれども、ちょっと残念賞かなというね、感じですね。はい。で、やっぱり今回はこのデブライネもしくは、ファンダイクですね。まあ、ちょっとミッドフィルダーで狙うか、ディフェンダーで狙うか、悩ましいところですが、まずはこちら、ケビン・デブライネですね。で、今回のこのデブライネに関しましては、右のウィングができませんよと、まあ、薄いですからね。まあ、できないことはないですけれども、まあ、あんまり、置いてもそんなになんで、まあ、右のウィングというか、右の中盤ですね。まあ、現在来ているドイツのフォーメーション、あれで行くんだったら、ありなんじゃないかなというふうには思うんですが、どうでしょうね。まあ、ワイドレンジクロスター持ちですしね。ただ僕、ワイドレンジクロッサーはね、結構このサバカに関しては持ってるんですよね。ただパワフルヘッダーがいないということで、いまいち相性が良くない。そして前年バージョンのマラドーナ使ってる、センターフォワードにね、マラドーナ使ってるんで、まあ、別にワイドレンジクロッサーついててもってところなんですよね。まあ、ないに越したことはないと思いますが、異次元シュート、スペクタクルドリブル、そして設定可能なのが、セレクトスキルがワイドレンジクロッサーにオフェンスブレイクということでね、まあ、ここでもね、強いと思います。
将来的に持っててもいいのかなというね、気はするんですが、あとカスタムセンサーゲームメーカーですね。うん、まあ、オフェンシブミッドフィルダーとかで置いてもいいんじゃないかなと思います。まあ、その場合はオフェンスブレイク推奨ですけどね。はい。まあ、どうだろうな。ここやっぱ強いとは思いますが、今回やっぱちょっと狙いたいのはファンダイクですね。やっぱり。はい。このファンダイクを見ていきたいと思います。はい。フィルファンダイクですね。グレード115。で、スペシャルスキルがディフェンスリーダーにスカイハンター。そして、インビジブルカットかスルーフィードを選べると。当然、インビジブルカットを選びますけれどもね。そしてカスタムセンスはクラッシャーがついてると。やっぱディフェンスリーダーって今の、現環境でもね、結構強い方の、ね、スキルだと思います。というか、ディフェンススキルが一番強いんちゃうのかな、うん、と思うんですけどね。まあ、ディフェンスリーダーと、スカイハンター。で、インビジブルカット使えたらやっぱ強いんじゃないかなと。まあ、ちょっと古いようなスキル構成ですけれどもね。どうでしょうね。やっぱここが狙ってね、獲得できれば、サブアカに関してやっぱりあの、セレクト持ちの、センターバック使ってませんから。確かラポールって去年か一昨年かのラポールで使ってるんで、しかもあのセレクトついてるやつね。なのでここはやっぱりファンダイク狙いで今回は行きたいと思います。はい、ということでちょっと長くなりましたが、ディフェンダー、そしてこれですね、キラ。どうやってこれ固定するの、わからん。まあ、とりあえずこれで引いていこうかなと思います。さあ、キラでファンダイク行けたらありですね。まあ、もし外れたとしても、マルキーニョスに関しては僕確かすでにキラなんで必要ないんですよね。で、下の方引いちゃうと微妙ですね。112はいらないと。冨安選手、アーノルドも嫌だな。アケに関してはちょっとまだ許せるかなってところなんですけれども、カンセルもなんかここからセレクトつくかって言ったら微妙ですし、やっぱ引くとしたらリュディガ、せめてリュディガ、ルーベン・ディアス、グバルディオル、この3人で引けたらまだマシかってところですね。まあ、なので、まあ、とりあえず、大当たりは13分の1。小当たりに関しては13分の4か。まあ、小当たり以上はね、13分の3か、はい。という確率じゃないでしょうか。さあ、行きましょうか。キラ確定、ディフェンダー確定、スカウトを実行しますか。スカウト、ロックオン。さあ、行こう。金旗が待っている。演出は最高だ。まあ、一緒やけどね、112以上でも金旗舞うから、まあ、金旗確定なんですよね、これ。さあ、頼むぞ、ファンダイク。キラになった。さあ、お願いします。ファンダイクさん、来てよ。さあ、どうだ ?113 や、うわー、ノルドや。はぁ、一応アーノルドに関してはマドリー遺跡の噂があるから、まあまあ全然でも、リバプールでおっても一緒やと思うねんけどな。まあ、ワンチャンマドリーに移籍したら、もっとグレードが高くなる可能性もなきにしもあらずやんな。カルロの下でね、ちょっと成長するかもしれん。そういう期待感はあります。ただ今じゃない。別に後でもええもんな。トレント・アーノルドスター。アーノルドスターじゃない。アレクサンダー・アーノルド。いや、アーチパストルクモーター。まあ、アーチパストルクモーターか。でもここはね、そのうちワイドレンジクロスターついてもおかしくないんでね。まあ、ただやっぱね、本人のね、頑張り次第ですよね、ここはね。はい、ということで、まあ、残念ながらあまり当たりではなかったということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。